い、どうもピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、ブラパとコイン。目の前にコインが4つあって、その下にね、大量のブラパがね、設置されてあるだけなんですけど、まだ誰もクリアしてないんですよね。まあ、といっても、まだ28回しかチャレンジしてないから、このコースの難易度は未知数だね。どんな感じなんだろう。あ、やっぱりね、コインを全て取ってからゴールだね。っていうことは、開幕速攻あのコインを取ればいいだけだと思うんですよね。そういうことですか。これはじゃあ走ってジャンプしてコインを取れみたいな、そんな感じかな。このブラパの上のギリギリを通ってコインを取る感じだね。ちょっと、あ、今2枚取れたね。あと2枚取れればゴールっていう感じだね。それマジむずくない？ここ、うわ、マジ難しいよここ。これ真ん中さえ取れればね、多分いけるんだけど、その真ん中がマジ難しいんだよね。ここ。うわー、やっぱダメだね。これでもさ、何回かさ、こうジャンプして通ってればいけそうじゃない？ほら、もう2枚取れたでしょ。多分いけるんじゃないかな。ね、なんかいつか勝手に奇跡的にいけそうな気がしない。こう。よし、来た来た。あと1個。あと1個、やべえ、あと1個、左から取った方がいいね。右から行ったら多分ブラパを乗り越えられないと思うんだよね。ここでもね、分かったよ。もう左右は簡単に取れるんだよね。ただ真ん中の左は右からジャンプして取らなきゃいけない。そして右のコインは左からジャンプして取らなきゃいけないっていうことが分かりました。なんでここ、うわ、惜しい。あの右のコインを取った瞬間くるりみたいな、そしてここは左の取った瞬間くるりみたいな、ほら来た。ありがとうどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、スカイオブファンサプライズ、空で素敵なことが起きるよということで、このコース早速やっていきましょう。クリア率 0.82%。 それじゃあどんなコースが待ち受けてるんでしょうか。素敵な出来事を楽しみにしましょう。金魚待って、金魚グッド、マジグッド、今のでもうグッドボタン押す価値あるよみんなそれじゃあもう速攻右のこの上に行ってよさそうだね、こっち何ですかここそれじゃあここはもうこのブラパの上に乗ってよさそうだね。そしてオンオフをして丸太の上に乗る形だね。それで行きましょう。オッケーくっそ右上の雲に行けばいい感じだね。さあ行きましょう。ここいい加減にしろオンオフをした瞬間左に大砲が出てきたね。これに乗ってで、このドアに入ればいい感じだったね。いや、待って、回転ジャンプ、ナイスじゃねなにここ、めちゃくちゃ引っかかるね。じゃあここはもう何もしない、それで合ってる。で、キノコを取って下から行こう、いや、上から行くもうどっちにしろ遅い感じか、ここは。それじゃあここはすぐキノコを取った瞬間つららを抜ける感じだね。これで合ってます、きっと。で、なんか出るでしょう、こいつは。この大砲なんか出ると思うんですよ。じゃあスネークブロックに乗って青キノコ乗ります。青キノコじゃねえ、このドクロキノコ乗ります。ドクロキノコ乗ってね、もう引っかかった感じですか。どうすりゃいいのここは。なるほど、左上に行けばいいのか。なんて書いてるんだろう。フィッシュ、魚、魚。この大砲の上に乗って左に行けばいい感じ。ナイス、絶対魚と思いました。今回魚多いかもしんないね。じゃあここはキノコを取ります。そしてすぐ右にダッシュしておこう。右、右なんなんだあの右の顔。それじゃあここは大砲が右に行った瞬間ジャンプ。あ、合ってんじゃないこれ。まだ間に合うよ、まだ間に合うよ、まだ間に合うよもうやられる術を逃した感じ。もう何も降りてこない感じですか。このまま僕を一人でここで走らせておくつもりですか。さあマリオ走りましょう。そのまま痩せてルイージになっちゃおうぜ。ちょっと待ってください、ここの行き道が分かりますね。あ、しゃがんでおけばいい感じか。そして土管に入る感じだね。これ難しいな。上に行こう、こっち上が罠っぽいよ。ほら大丈夫でしょ。こっからバネに登って右に行く感じだねここ難しい、どうしよう。回転ジャンプで行く、回転ジャンプで行きますいや意味わからん、こここそ意味わかんないでしょ。てん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 
れればよかったのか。それじゃあバネが出てきた瞬間すぐ右に行ってヨッシーをゲット、そういう感じでしょ。そんでこのヨッシーに乗って右に行く感じか。ヨッシーは確かこのガリガリで跳ね返るよね。オッケー、そんで右に行く。これ絶対渡ると思う。もうドカーに入れねえし。じゃあここはヨッシーを取ってこのガリガリの下に捨てよう。そしたらヨッシーがクッパクラウンに乗ってこの右か、右だね多分。こっちで大丈夫だと思うんだよね。ちょっと皆さん判明しました、このコースは鬼畜ですねまあやる前からね分かってるんですけど、だいたい 1% を切るねトロールコースってね結構鬼畜な多いんですよ。じゃあここは砲台に乗っておいて右ダッシュ、それでいける感じでしょ。よしナイス、よしナイスだよ。さあ中間ポイントが見えました。どうしよう、ここどうしようって言ってももうこの扉に入るしかないもんね。なんで扉入ります。扉入ったらドスンが襲ってくると思うでしょ、襲ってくると思いますなんでこっちに逃げます。うわーナイス逃げで、オンオン押してすぐ左、うまーでジャンプ、誰だお前はさっきの違うやんかー。こっからねさっきトゲゾウが出てきたよね。なんで左に逃げておくのが正解だったみたいな感じかな。こっち、そう、そしてこのトゲベッドかぶって、トゲベッドっていうトゲゾウじゃないね、ブンブンだったのね。そして中間ポイント、ナイスどうもありがとうございました。今日はパート1ということでこの辺でやめていいでしょうかもうこのコース鬼畜だもん、なんか出る、絶対なんか出る、ここ危ないよ。魚それじゃああの魚きっちり避けよう。この四角の枠まで追っておいてここで左に行っておけば大丈夫だね。さてここでも魚がいっぱい出てきてるんですけど、左には行けない、下にしか行けないね、下に行きます。そして右は罠でしょきっと。なんでこっちは罠じゃない、そうでしょ、ナイスこれはわかるよ。そして次どっち行こう、あ、そして扉に入ればいい感じだね、ここ、よっしゃ。そして次は右左、こっち左行きます、こっち開けて開けて、青ブロック開けて今日ですねやってるこのコース、シェルダーさんっていう方が作られてるんですけど、この方ゴール前の罠が半端ないんですよね。マジでゴール普通にさせてくんないんだよ。なんでこの方のコース今日は一発でゴールしてみせましょう。でここで上だね、ここなんでいやまだワンチャンあるよ、これは何でしょう、頼むじゃあここはあの雲の上だね、この上に乗せておこう、あ大丈夫、ここあ大丈夫。そしてここは右で走っていきます、ここ、うわオープンブロック乗らないけ、オープンブロック乗って右に行きます、なんでここで音符ブロックを踏んで右に行かない、この場所に留まっておこう、そしたらキラーが落ちる感じでしょ。さあ左こっち、やった右でもよかったのかな。さてここは音符ブロックじゃねえや、ボム兵を叩くべきか、一回叩いておこうか、そして左のここにやっておく、それで合ってる、いや違うね、左上のこの石のとこに当てておかなきゃいけないみたいな感じっぽかったね。っていうかねこのスーパーマリオワールドのさ音楽はね結構ね神曲ばっかなんだけど、ここよくない、この今んとこ、てってってテレテンテテテテレテレのこのとこ。それじゃあここはボム兵を持って左上に投げる、多分ここで石が壊れると思うんだよね。さてこっからこの大砲からアイテムが出る、臭いんだよな、違うのかな、どうなんだろう。でここで叩きます、ハテナを、魚が出ると思います、なんで左に逃げる、そこ危ねえ。じゃあここはバネに乗って左に行きます、そしてジャンプするね、一キャップの方行こう、そうジャンプ、ここここここ違うの、マジかよ、ここに扉かなんかあると思ったんだけどな、あっ、あった、立ってた、ほらナイス、うまい、今日うまいよ、うわ死に耐久だったどうすればいいのここは、上に上がるでしょ、でジャンプの、え、これは右下に行けってこと、これは簡単なんじゃないの、行くよ、ほら、うまくない、うまいんだけど、こっからまた上に行けってことかな、じゃあ行きます、ちょっと待ってね、ここ
そして右上、よっしゃ。そして下に行ってどうなる。やった、一発。なんでもう一回しろってか。いや、うまいとこ見せるよ。もう死に耐久やりまくってね。こういうのは結構得意なんだよね。こういうなんていうの、リズムゲージャンプ、ほらうまい。ちょ、それじゃあここはバネに乗るでしょ。そしたら金魚が出てくるんだよね。それを避けます。で、左に入る。よし、これで完璧だね。さて次はオンオフをするでしょ。オンオフをしてボブ兵が爆発するのかな。そして右に行く感じ。あ、熱い熱いよ。そしてキノコ取る。あ、戻ってきたね。戻ってきてどうするんだろう。もう一回右下のあのドアに入る感じかな。ちょっと行ってみるね、そっちに。あ、でオンオフしたから次が左に行けるって感じか。なんで違うのねえ、もうドア入れねえし、ドアじゃないって。何回言ってんだよ。もういつもドアとどっか間違えんな。それじゃあ戻ってきました。このドアに入って右だね。次は右に行けば中間ポイントが取れる。そうでしょ。やったありがてえ。なんか最近ちょっとむせるんですよね。じゃあここでキノコを取って下に行く。下に、次こそ行くよ。ちゃんとツタに捕まります。そして右に行きましょう。で、ここはファイヤーを取るべきか。取ります。それじゃあここは右からだったね。右からジャンプしてこのファイヤーボールを取ります。そしてここでちくわブロックに当たって、当たってじゃねえや、この石に当たって、当たって、当たらしてよ、もう早くそしてここに行けばいいんですけど、普通には取らせてくれないよな。なんでここで左から行くと見せかけてこのまま右から行ってみよう。こっちで大丈夫。なんでなんでなんでじゃあここは音符ブロックを叩いた瞬間、あの鍵の輪に入れば良さそうっていう感じだね。多分これで合ってるね。さあ次に進みましょう。ここは何もしない、それが正解。大丈夫か、これは。あのコインの通り行っていいんでしょうか。行きます。ここに土管がある。あ、本当にあった。すごくない、合ってんじゃないのこれええー、今すごくなかった、今の推理すごくなかったですか。これ正解パターンでいいじゃんか何 SMM1 リップって、口に塗るリップか。ここは普通にジャンプして右に行けば良さそう。そしてオンオフをしてブラパが降ってくるっぽいな。なんで右にダッシュして行くと見せかけて何もしない。ほら合ってる合ってる。そしてこのまま上に行けばいい感じかな。そしてオンオフどっち、この状態でいい、この状態のまま右行ってみるよ。合ってる。でこのガリガリの下なんかありそうなんだよな。でも当たるの怖いし、このまま右行くね。右になんかある、頼む、なんかあってくれ。どこ行ってんのいや合ってんじゃないこっちね。このまんま左行ってみる、こうだから。なんだよそれじゃあここは上に行ってよかったね。この上に行きますなんでなんで違うの。分かった、さっき下の方にさ、この鉄球のところに土管があるって書いてたね。なんで一旦ここでオンオフするでしょ。そしてもう一回オンオフして左を開けておいて、ここで土管に入れる。こっち、よっしゃ、来た。そろそろゴールが近いと思うんだよね。だからちょっと警戒しながら行こう。マジで今日ゴール一発でするよ。さてここはオンオフするしかないと思います。オンオフしてあの四角の枠に逃げておこう。ここここここで大丈夫。出番多すぎなんだよ魚それじゃあここオンオフしてここら辺に寄っておこう。この辺だったら大丈夫でしょう。さてこっからどう行くんでしょう。あ、右に行けばいいのか。右に行ってこの鍵ドアに入ればいい感じかな。もうそれ以外ないんでこのドア入っていきます。さて次は、待って、ここはジャンプ、ジャンプうわ、どうすればいいのこれ。この砲台の左に行けっていうこと。さっきなんかあったよね、砲台が。じゃあここはオンオフしてすぐ下に行くよ。多分これでいいんでしょ。で、画面外押し出されてどこに行くんだろう。あ、待って、手に入れました、無敵だね。さてここで、あ、ここで左に行ってこの土管か。多分これで合ってるとは思います。で、チビに鳴らされる感じかな。あ、風船取りました。風船で上に行きましょう。え、待って、新耐久が待ってるみたいな、そんなんないよね。なんかすごい怖いんだけど。そしてここで叩くしかない。何
鉄球が出たね。でこのまま下に行くかじ、もうなんで違うの。え、こっちで合ってんじゃないの。下に行ったらヒントがもらえるみたいな感じかな。さあ行こう。うまい、なんもヒントねこのハテナ何。絶対どっかにねあれがあると思うんだよ、ヒントが。なんでこのままもう一回開けてみるよ。ここ開けて何がある。あ、わかった、 P を取ってまた土管に入るって感じか。ヒント会長やんか。じゃあここで P を取ってそのまま上に行って右、これで合ってるんだね。そしてどうしよう、この上の扉しかないよね。こっち入ります、頼む。何がある、次は。あ、次上に行けるんだね。そして下に行ってゴールか。ちょっと待って、ここでマジで考えていい。もうマジでやられないから、今回一発で行ってやったーって言ってみせます。ここはあ、もう行けたんじゃないのこれ。ほら、うわ惜しい、あとちょっとだな。ここでオンオフしてみようか。オンオフをして、うわオンオフダメっぽいね。これも積んだパターンですか。もうこれもダメなパターンでしょどうせいやいける、ここはやっぱダメだよね。じゃあえ、ここでもうやられるし、の待っておく。あ、合ってる、どうなるこれは。ここでカシャン取るでしょ、カシャン取ってここでぶっ壊す、そんして上に行くしかないよね。なにここ、なにえ、もう引っかかった感じやか。もう地味に難しい耐久だなこれ。ゴール前で中間ポイント3欲しくないじゃあここは早く行け的な感じっぽいね。なんで右にダッシュしていこう。そう、そしてすぐ左、おっおっすおっすじゃあここは早くもう右に行って、あのブラパについてていいんじゃないの。そして左、いやゴール前でですね2、3回くらい引っかかってしまいましたけど、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。